はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、たったの5回でお腹を引っ込める方法を紹介します。今回の腹筋なんですけども、下腹が気になる人におすすめです。まず下腹が気になる人の多くがですね、腹筋が弱い、筋肉が少ない、塩分を取りすぎている、このようなね原因があります。しかしお腹を引っ込める下腹部の腹横筋をですね、しっかり鍛えていくとお腹が出にくくなりますんで、今回あるね5呼吸の腹筋を一緒にやってもらえたらと思います。ではやり方を説明します。はい、まず膝を曲げた状態で手は胸でクロスをします。で、息を吸って吐きながらふーっと、この姿勢でお腹をどんどん引っ込めながらキープします。息がなくなりかけたら手は前に伸ばして、しっかりお腹を引っ込める。ここで息を吸ってふーっとお腹をどんどん引っ込めながら、息がなくなりかけたらグッと太ももをお腹につける感じでお腹をしっかり引っ込めます。お腹をしっかり引っ込めてないと、太ももが胸にこのようにね、つきませんから、しっかりね、お腹を引っ込めて息を吐き切ってください。これを5回やっていきますんで、基本的には呼吸を10秒から12、3秒吐くぐらいの感じで、細く長くふーっとお腹をどんどん引っ込ましながら吐き続けてください。では今から5回一緒にやっていきましょう。いきます。2回目。あと2回。はい、ラスト。はい、お疲れでした。はい、皆さんお疲れでした。どうでしたか？しっかり息を吐く、お腹を引っ込める、これを意識してキープして、息がなくなるときにギュッと収縮させている、これをしっかりやっていけばですね、下腹部効いてきますんで、お腹がね、うーっとね、こう疲労感溜まってきつくなる感じがすると思います。腹筋はですね、胸とかに重りを抱えてやれば負荷が加わるんですけども、基本的にはとにかくお腹に自分が力を入れて疲れるように持っていかないと、自分の意識がね、楽に腹筋をしていたら回数結構してもね疲れませんので、とにかく少ない回数でお腹をぐーっと引っ込めて、息を吐き続けてお腹を引き締めていく、ギュッとちっちゃくしていくっていう意識をね、できるだけ持って1回ずつやってください。その方がですね、腹筋に効きます。一般的にシットアップとかクランチとかいろんな腹筋がありますけども、それぞれ目的がやっぱり違うと、別の関係ない種類をやってもね効きませんから、下腹部が気になる人とかはこういった腹筋、また腹筋を溝を深くしたい、割りたい、硬くしたい、そういった方はクランチとかね、いろいろ目的がありますんで、今回は下腹部が気になる人、お腹がね、下腹が出ちゃってる人におすすめな腹筋です。よかったら皆さん、コメントとかグッドボタンとか待ってますんで、よろしくお願いします。勉強になったよって方は、よかったら SNS などにシェアもしてもらえるとありがたいです。今後もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。